第1位、記録1時間9分1秒、石澤雄介殿。あなたは第8回千曲川ハーフマラソンにおいて自己の健脚を遺憾なく発揮し、当初の成績に輝きましたので、その栄誉をたたえご了承します。令和4年11月27日第8回千曲川ハーフマラソン実行委員会会長小川修一、どうもおめでとうございました。お疲れ様でした。賞状、女子総合第1位、記録1時間22分3秒、臼井夏実殿。あなたは第8回千曲川ハーフマラソンにおいて自己の健脚を遺憾なく発揮し、当初の成績に輝きましたので、その栄誉をたたえこれを称します。令和4年11月27日第8回千曲川ハーフマラソン実行委員会会長小川修一、大丈夫です。おめでとうございます。こんにちは、長野インターネット局と申します。第1位男子、はい、千曲川ハーフマラソン優勝おめでとうございます。ありがとうございます。お名前をまず自己紹介お願いします。須坂市から来ました石澤と言います。今年で何年ぐらいやってるんでしょうか。競技自体は中学生ぐらいからやってるんですけど、この大会には、はい、初めて出場しました。どうですか、コース的にはどうなんでしょうか。いやー、でも今日は特別かもしれないですけど、やっぱ風強くて、で、あと結構堤防から降りたり登ったりするので、コースとしてはだいぶきついっていう印象はあったんですけど、それでもやっぱ結構応援の皆さん多くて、はいはい、結構この来にくい堤防のところでも結構皆さん応援の人がいてくださったので、すごいその応援が力になって、すごい楽しいレースでした。今日のタイムはどうだったんですか。69分1秒ということで、あと1時間9分1秒ということで、目標は一応69分切れたら嬉しいなと思ってたので、ちょっと最後の2秒詰めは甘かったんですけど、概ね予定してた思い通りぐらいでは走れたので、本当に満足してます。で、予定通りってことでしょうかね。そうですね、はい。日頃はどんな練習をされてるんでしょうか。本当に仕事終わった後に毎日10キロから20キロぐらい本当に走って、そんなに、はい、週に2回地元の同じチームの人と一緒に、ちょっと強度の強い、疲労なんていうんですか、ペースの速い練習したりとか、そういった感じで今やってますね。そのマラソンっていうのはその日々の積み重ねだと思うんですけども、はい、自分にとってこうどんなこう位置づけなんでしょうか、毎日やるってことで。いやでも本当に なんですかね、もう生活の一部って感じですね。本当になんか朝起きて顔洗うのと同じような感じで、本当にやっぱ走るのやめ自分はやめれないんだなと思うくらいな。朝走ったりもしますけど、仕事行く前、仕事終わった後とか、はい、週に何回ぐらい。週に6ぐらいです、大体ほぼ毎日ですね。いや、これからの目標は何でしょうか。そうですね、まずはこの大会2連覇、来年も出てしっかり勝てるように頑張りたいなと思ってます。はい、あとは個人として、長野県は結構駅伝も盛んなので、その駅伝で自分のチームに貢献できるように、頑張っていきたいなという思いです。ぜひ夢に向かって頑張ってください。ありがとうございます。今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、こんにちは。長野インターネット局と申します。はい、こんにちは。こんにちは。はい、今日は長野県は千曲市の千曲川は、ハーフマラソンに来ておりますけども、今表彰式、団長終わりました。はい、無事終わったといってもこれ本当に4年目のぶりの待ちに待ったハーフマラソンだと思うんですけども、ね、はいはい、一言お願いいたします。はい、ご紹介含めてありがとうございます。千曲市教育委員会の教育長の小松信美と申します。小松さん、こんにちは。はい、こんにちは。
4年ぶりに、このハーフマラソン開催できました、東日本の台風19号以来、そしてコロナというような関係で、できなかったわけですけども、はい、今日ここに4年ぶりの開催ということで、非常に天気もよく、そうですね、選手の皆さんも気持ちよく走れたんじゃないかなというふうに思います。ただちょっと風が強くてね、選手の皆さんには大変かなと思ったんですけども、でも本当に走ってきた選手の皆さんの表情を見ると、本当に帰ってきたな、またできて嬉しいなという表情が本当に私応援させていただいて感じたところです。本当に良かったと思います。この時期ちょうど暑くもなく、寒くもないというちょうどこの時期を選んだっていうのもなかなかヒットだと思うんですけども、そうですね、でも県内の中ではですね、最後のハーフマラソンの開催ぐらいになるんじゃないかななんていうふうに思ってます、それでももうちょっと北の方が天気良ければ、長野の飯綱とか戸隠の、はい、景色がバーッと見えたんではないかなと、それから尾鷲の棚田も十分見れたのかななんて思ってますけども、それでも贅沢を欲張っちゃいけない、とにかくできたことが大変嬉しく思っております、復興の象徴でもあるというような思いがあるんですけども、おっしゃる通りでございます。台風で被害が あって、それ以後できませんでしたのでね、はい、本当に復興の象徴という意味合いも持ってるマラソン、ハーフマラソンです。今後どんな風にしていこうなんて思ってるんでしょうか。そうですね、これからこういう今日4年ぶりにできましたのでね、これからも毎年開催できるようなノウハウが今事務局の方でもこの経験を来年に生かしながら続けていかれればなというふうに思ってます。希望に向かってぜひ頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。今日はお疲れ様でした。どうもありがとうございました。はい、こんにちは、長野インターネット放送局と申します。はい、こんにちは。今長野県は千曲市のハーフマラソンの会場に来ております。はい、そこでゲストランナーの方に来ていただきました。すみません、自己紹介お願いします。はい、もともとワコールの陸上部で走ってましたユダ智美と申します。ユダさん、はい、今日は同時に皆さんとスタートしたんでしょうか。はい、一緒に、途中までなんですけども走って、今ゴールするランナーをお迎えしているところです。なるほど。今日の天候、それからコンディション、どんなもんなんでしょうか。はい、4年ぶりに開催された千曲マラソンは晴れで、気温も9度で最高の天気なんですけど、ちょっと風が強かったです。やっぱそういったことも影響するんでしょうか。そうですね、やっぱり風が強いのは結構タイムにも影響するんですけど、向かい風があれば追い風もあるので、トータルしていいかなと。行きと帰り違いますからね。そうなんですよ。なんでラップが皆さん乱れたっていうので1キロずつね、皆さんタイム取られてるんですけど、それがちょっと安定しなかったっていうのはお聞きしましたね。なるほど。はい、気候的には良かったんじゃないですか。良かったです。やっぱり晴れが一番気持ちいいですから、多少風が吹いても晴れてれば大会は大成功だと思います。4年ぶりということでいろいろ延期になったり中止になったりしてきたんですけども、ね、そうですね、本当にこの復興という、はい、こう象徴のような本当に4年ぶりに開催できたことと、もうこのお天気とすべて今日良かったなと思って、いろんなことをかみしめながら走らせていただきました。伊田さん自体は、出身はどちらなんですか。あ、出身愛知県なんです。愛知県、はい、実績としては、はい、どんな感じなんでしょうか。実績ですか。そうです。実績はハーフだったらどのくらいかなっていう、なんかありますか。そうですね、私は、短い距離の方が得意なので、3000とか5000とか、そのあたり1万メートルとかトラックを中心にやってきたので。じゃあハーフマラソンに出たことは、練習とかではあるんですけ ど、 その時はどうでした。記録とかそういうのは。そうですね、やっぱりちょっと長いようなイメージがあるんですけど、ハーフマラソンやっぱり景色見れたりとか、長い分遠くまで行けるので、そういう面でも楽しめていいかなと思います。走るコツっていうのは何かあったら。コツですか、ハーフマラソンですか、はい、そうですね、やっぱり先ほどもランナーの方言ってたんですけど、1キロごとのラップタイムをちゃんと追っていくっていうので、安定させたラップを刻めれば気持ちよく走れると思うので、はい、そういうのが大事かなと思います。
宇多さん自体は今後どんな目標を持ってるんでしょうか。あ、私ですか。私は結構今レッスンたくさん見てる時もあるので、はいはいはい、子供から大人までランニングの楽しさを伝えていけたらいいなと思っています。なるほど、はい、ぜひ夢に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。今日はありがとうございました。ありがとうございます。